主に航空機の、検査装置ですね、まあ、航空機そのものの、まあ、生産ラインで その部品の検査を行うものを作ったりだとか、機体が正常かどうかっていうのを、まあ、確認するような機体、あとまあその製品の部品の検査についても、まあ、主に電子基板の、確認なんかをすることになるので、そういう電気的な同じようなやり取りをして確認をするっていうような、検査装置を、設計しております。仕事の流れとして、まあ、仕様があって設計があって、まあ、製造なんかはあの製造能力を持ってないところですので、あの外注メーカーさんにお願いして仕上がってきたものを、まあ、自分として検査するんですね。結局のところは、まあ、そうですね、検査部門っていう形ではなくて設計者が直接製品のチェックをしていく、まあ、その製品が出来上がってくるまでにあらかじめ容量を自分たちで決めておいて、その容量に従って調整して、で、まあ、お客さんに出す成績書なんかも、まあ、自分たちで、数値を計測したりして調整した結果を、まあ、成績書にまとめてお客さん、部品と一緒に装置と一緒にお客さんに出すっていう形になります。バランス感覚なのかなっていう、まあ結局どれか一つに傾いてしまったら、もうそれ以外結局人のそんなに多い職場ではないんで、一人一人のチームワークというか、まあ、周りを気にかけつつ自分の役割をしっかりこなすっていうバランス感覚、まあ、その時々で違う仕事をしていくので全部をまんべんなくやっていける、まあ、その中で得意不得意がありますから、できるところは自分がやって、できないところは人に任せる、まあ、そういう意味でもバランス感覚、まあ、あとはもう単純に忍耐力というかタフネスというか、まあ、どっかでそのバランスを崩してしまったらおしまいなので、まあ、休むことも含めてその長期のプロジェクトをやっていけるタフネス、忍耐力、バランス感覚を維持するタフネスが必要ですね。やっぱりきちんと僕の話を聞いてもらえるってことが、まあ、単純に重要なことなのかなって思いますね。うちはうちはって言って、そのこういう売りはある、こう言われるで、じゃあお前はどうだって言ってくるんじゃなくて、じゃあ武藤さんはどういうことができるのって聞いて、つまらない話でもちゃんとうんうんってうなずいて聞いてくれる、まあ、そういう担当者がいる会社っていうのはやっぱり自力がしっかりしてくれるというか、まあ、人材を大事に、技術者っていうのは結局人なんで、人材を大事にしてくれる会社が一番なのかなっていう思いますね。企業説明会でセントラルの方とお話しして、非常に熱心に進めていただいたっていうのと、まあ、営業の方なんですけど、非常に技術に理解がありながらも非常に人間味があって、まあ、こういうところなら、まあ、ずっと仕事やっていけるかなっていう感じたのが大きいですね。この業界で働いてると、あれもこれも全部できるっていう人がいるので、そういう人になって基本的に見て、ハードからソフトからで現場に入っても一番に立ち回る、まあ、目標としてはそういう先輩に、まあ、先輩になれたらいいな、それだけですね。単純に、まあ、勉強することなんですけど、一番いい勉強っていうのは実地で体験することなんで、単純に設計の案件をたくさん引き受けて、どんな仕事でも嫌がらずに、引き受けた役目はどんどんつまらないことでも確実にこなしていくっていうことが大事なのかなって今は考えています。